バルダイ丘陵、ラトビア語、バレダジャ・オーグスタイン、ドイツ語、ウォルティホーエン、ラテン文字表記の例、バルドイは、ロシアの丘陵地帯。ヨーロッパ・ロシア北西部の、モスクワとサンクトペテルブルクの間付近を南北に、走る、長さ 370km、幅 89km にわたる丘陵の連なりであり、ノブゴロド州、トベリ州、プスコフ州、スモレンスク州にまたがる。 地形はなだらかで森が多い。バル大丘陵は、ウクライナからロシア南部にかけて広がる中央ロシア高地の北の延長上にあり、砂岩や石灰岩や粘土が多く、地表はターミナルモレーンやデトリタスなど、最終表記にこの付近を覆っていた氷河の残した堆積物で覆われている。標高が最も高い部分は V シニーボロチョーク付近で、 海抜は346.9メートル。中部では、標高は90メートルほどにとどまる。ボルガ川、ダウガバ川、ロバチ川、ムスタ川、ドニエプル川などがこの丘陵地帯に発している。またセリゲル湖、ボルゴ湖、ペノ湖、ブロスの湖、バルダイ湖など、多数の湖湖が散在する。バルト海や、国海やカスピ海など様々な方向へ流れる河川の水源である。 バルダイ丘陵はこれらの河川交通の交わる地としても重要であった。標高が最も高い V シニーボロチョークの町はバルト海に流れるツナ川とボルガ川支流のトベルサ川の間にある。かつてスカンジナビアやバルト海とボルガ流域やビザンチン帝国との間を交易する人々は船や貨物を持って二つの川の間の丘を越えていた。現在のバル大丘陵は 湖水や歴史ある町が多く釣りなどを楽しめるリゾート地として人気がある。セリゲル湖畔のオスタシコフやノブゴロド州南部のバルダイの町は修道院などのある歴史都市として知られる。ありがとうございます。